こんにちは。今日は10月に購入したエパコスのコスメを紹介していきます。多分ここ2ヶ月ぐらいエパコス買ってなかったので、ちょっとね、10月からはクリスマスコフレ系もちょいちょい出始めるので、ちょっと散財をしそうな気がしてきましたね。今月以降は10月はクラランスとコスメデコルテとマックでお買い物をしました。では初めにクラランスの方から紹介していきます。購入したのはこちらですね。リップコンフォートオイルの、シマーのタイプで、05番と08番になりますね。これ多分限定だと思いますね。05番、08番が赤系です。なんか名前あったかな。あった。05番がプリティインピンク、08番がバーガンディーワインですね。うん、匂いは安定の甘い匂いがしますね。05番は本当に薄いピンク系です。細かいラメが入ってるかな。で、08番、これも綺麗な赤でもね、肉眼で見るとやっぱりちょっとこうくすんだ赤っぽい感じに見えますね。どっちも可愛い。そしてクラランスでは今回すっごいいっぱいサンプルいただいたんですよ。なんか何の話の流れでこんなにいっぱいもらったんだっけって感じなんですけど、こんなにたくさんもらっちゃいました。こちらのパウチタイプの方は、1、2、あ、すごい。美容液のダブルセーラムが4つと、あとはダブルセーラムのアイですね。目元用の美容液の方が2ついただきました。これがね、ずっと気になっててね、迷ってて、ちょっとね、どうしようか迷ってるんですよね。次行った時買うか。こちらをいただいたのと、あとはちっちゃい、これはブラントフェイスオイル、デハイドレイデッドスキン、フェイス用の保湿化粧用オイルですね。こちらが何ミリだろう、これちっちゃすぎてミリ数がわからない。ちょっとミリ数不明なんですけど、こちらいただきました。10月に入ってからちょっと乾燥がだいぶ気になってて、っていうか多分ね、ここ数年ないぐらいすごい乾燥してるんですよ。なのでまあそのことを言ってた時にちょっとこのオイルいただきました。そうなんですよ、今年すっごい肌の乾燥がひどくって、もう乾燥でかゆいような感じですね。そしてこちらはスムージングボディスクラブですね。ボディ用のクレンジングクリーム。まあ量的には手足に使うっていうか、もう足、手、下手したら手一本分とか足一本分ぐらいの量しかないんですけど、うん、スクラブいただきました。ボディ用ですね。で、それと合わせてこちらが、ボディ用の美容液、ボディフィット。これもね、ほんと、1回分ぐらいにしかならないと思いますって言われたんですけど、ちょっと一番乾燥してる足とか使ってみようかな。なんかこう引き締め効果とか、あのむくみをこう改善させたりとかもあるみたいなので、ちょっと
使ってみようと思います。そしてクラランスではクリスマスコフレを予約しました。去年に引き続きダブルセラムだったかなと、まあこのクレンジングとかこの泡のね洗顔フォームがちょっと気になってて、このセットを一応予約はしてきたんですけど、このね目元美容液ね、これも気になってるの、この3つで気になってて、一応美容液とこのスキンクレンジング系のもので一応は予約はしてきたんですけど、ちょっとギリギリまで考えようかなとは思っています。そしてさらにアドベントカレンダーですね。こちらはまあ近くならないと予約できないのかなってちょっと思ったんですけど、なんと今年予約できました。1ヶ月ちょい前なんです、1ヶ月半ぐらい前なんですけどね、こちらも予約したので取りに行くのが楽しみです。クラランスでの商品は以上になります。次にこちらマックでの購入品の紹介になります。マックで購入したのは、まあ、全然買うつもりなかったんですけど、私これクリスマスコフレと激しく勘違いして、あ、もう出てるんだと思って買って、まあ、購入を決めてからお姉さんと話してたら、これはただの限定商品みたいでクリスマスコフレではなかったという、ちょっとまあ間違っちゃったんですけど、まあでも可愛かったのでいいやと思って、オートクチュールアイシャドウで、こちらがアイシャドウは10色入ってますね。もろもろ入ってる色はテロップにも出しますが、どっちかというと色味的にはもうザ・イエベっていう感じのオレンジとかちょっとゴールド系のパレットなんですけど、こんな感じですね。まあ多少ブラウン寄りなところもあるんですけど、やっぱ一番目引くのはこの辺のオレンジじゃないかな。まあこの辺もちょっと赤みっぽい感じ、あとはゴールドとかで、ここがこう交互にマットとラメになってるんですけど、なんて言うんだろう、こう、マットの方は全部淡い色だし、なんかこう締め色的なものってほんとここの一色しかなくて、なんかちょっとこう普段のこうマックからしたらちょっとパンチ力がないかなと思ったけど、逆に淡い色が多いからちょっと派手にならなくて使いやすいかなと思ってちょっと買ってみました。かわいい。イエベさんの方がね使いやすそうな色味だなとは思ったんですけど、でもね結構ラメ系は他のアイシャドウとかとも組み合わせて使えるかなと思ったので、こちらを購入しました。一応ねまだこれはスウォッチはしてなくて、お姉さんにいろいろ気になる色味だけは見せてもらったんですが、全然良さそうでした。こちらがアイシャドウパレット。そして同じオートクチュールシリーズのエクストラディメンションスキンフィニッシュのフェイスパウダー、まあ、ハイライトですよね、が4色入ったものです。なんかこれは全部限定色って言ってた気がしますね。これはねちょっと一目見て、あ、欲しいと思って、これはあまり迷うことなく結構購入すぐ決めちゃいました。こんな感じのパレットになっております。まあホワイト系、ここがねちょっとね
画面だとピンク寄りに見えるんですが、ここはね、ベージュっぽい感じです。で、ゴールドとピンク、コーラルかな？の、まあ一応、チーク兼ハイライトみたいな感じですかね。スウォッチ見た時も、そんな思ったほどギラギラとかではなく、まあ、薄くつければ使えるかなと思って。特にね、これと、これかな。まあ、最近だとすごいブラウン系のチークとかも流行ってるし、それに、こう、ちょっと重ねてツヤを出してあげる感じで使えるんじゃないかなと思って買ってみました。ここはね、もう完全にチークですね。かわいい。そして、限定のリップが4本ぐらいあったのかな。こちら、その中の、ノエスモスカーダ M なのでマットかなを買ってきました。これはね、多分一番使いやすい無難な色味だと思います。このような感じのくすみピンクベージュ系。これめっちゃ使いやすい色味ですよね。まあどっちかというと、まあ秋よりもちょっと春先の方が使いやすそうな色かもしれないんですけど、ピンクブラウン寄りかな。かわいいと思ってこちらを購入してきました。あ、いい匂い。で、最後コスメデコルテですね。コスメデコルテでは、もちろんなのかな。こちら、モイスチャリポソームの、美容液ですね。こちらはリポソームアドバンストリペアセラムに名前が変わりましたね。美容液です。こちらはね、旧式のものを、まだストックがね、あと1本かな、残ってて、これがね、リニューアルするっていうのを知ってから、今必死に使って消化してますね。で、まあ、これは今までのにプラスして、エイジングケアが追加されたっていうことで、もし古いのを持ってるんであれば、古い方を朝使っていただいて、こちらを夜に使ってくださいっていう感じに説明を受けたんですけど、まあ、とにかくちょっと早く消費したいので、これはちょっともう朝晩、あ、でもな、どっちかな、朝に使うことが多そうだけど、夜に持ってくるとしたら、今使ってる美容液を別のにしないといけないし。まあ今使ってる夜用の導入美容液使い終わったらこっちに切り替えようかなっては思ってます。ちょっと早く使いたい。で、それ以外に、コスメデコルテではリップ買いました。こちらは9月だったかなに、新しく出たコスメデコルテ、ルージュデコルテの、15番、37番、39番の3つを購入しましたね。これらは全部、マット、サテン、シアー、なんとか。4種類のテクスチャーに分かれてて、で、私はできれば、まあ、マット系のもの、まあ、マスクにね、つきづらいように、マット系のものがいいなぁとは思ったんですけど、あ、ベルベットだ。もう一個最後。ベルベットだった気がする。そう、そういうわけで、マット系を探したつもりだったんですが、結局は、色味で選んだので、質感マットのものは買っておりませんね。こちら、15番。こちらはね、ベルベットかな？違う。グロータイプ。ブラウン系です。15番。ちょっと赤み強めなブラウンですね。かわいい。で、37番はサテンの質感になりますね。これもブラウン系。37番。ピンクブラウン系かな？か
かわいい。39番、これもサテンですね。これはもうちょっと深みがあるブラウン系、ちょっとねパープル寄りな感じもありますね。冬はこういう色かわいいなと思って購入しました。すごい全部ね、どれもねすごい滑らかです。どれも全部ちょっと冬向きの色を買いましたね。そしてこちら、コスメデコルテのリップフィックスコンフォート、まあリップ用のなんだろう、マスクとかにつきにくくするようなあの保護剤みたいな感じですかね。これもねちょっとまあ発売になってからチェックはしてたんですけど、このリップを買うタイミングでちょっと一緒に買ってみました。リップが落ちにくい、つきにくい感じになるものですね。こういう感じのプラスチックのヘラみたいになっていて、これを直接こう唇に塗るんではなくて、こうポン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 と置いてこう唇をこう擦り合わせたりはせず、あの乾かすみたいな感じ。そうするとまあ膜ができてこう保護されるっていう感じみたいですね。こちらを購入しました。そしておまけでこちらの、メイクアップリムーバーの 30mm のものをいただいたのと、こちらミニリップをねいただきました。これはね、4番のベルベットの質感のものなんですけど、めっちゃちっちゃい。原品と比べるとこの本当にハーフサイズですね。これはね真っ赤なんですけど、うん、まあ本当にザ真っ赤っか。多分これ使え、なでもまあ春先だったら使えるかな。これはねなんかリップを買った購入特典かな、なんか忘れちゃったんですけど、おまけでいただきました。あとはこの辺のサンプル品をいただいたぐらいですね。いやー、10月もいろいろといいお買い物しましたね。多分11月からはもうねクリスマスコフレをガツガツ買いに行かなきゃいけないので、まああんまり散財はしないようにしたいけれども、やっぱちょっとね2ヶ月ほど購入我慢してたので、ちょっと欲しいものは買っちゃおうかなとは思っています。まあ来月以降はクリスマスコフレの紹介になるかと思います。10月のデパコスのコスメの購入品は以上になります。ご視聴ありがとうございました。